租税法律主義。租税法律主義とは何人も法律の根拠がなければ租税を付加されたり徴収されたりすることがないとする考え方。現在、全ての民主主義国家では国民の代表者からなる議会が定めた法律によってのみ租税が付加される。これを租税法律主義と称する。言い換えれば、課税権者、国家に対して非課税権者イコール国民、 ののの代表ででああるるるる議会の同意に基づく課税をを義義務付けるといいう形を取って主れも国家が様々な公共サービスを提供するための資金、調達手法として最もオーソドックスな税金の負荷はものである。この手法は国家が国民の私有財産の一部を義務的、強制的に提供させるという面があることから、その負荷や 徴収の方法を法律という一定のルールの下に置こうとするものであり、近代民主主義国家の発展とも密接な関係を持つ。租税法律主義は法律によらない課税を禁止した形式的租税法律主義と基本的人権に抵触する租税立法を禁止した実質的租税法律主義の二つに分けることができる。前者は形式的法律主義、 後者は実質的法律主義に対応する。現在の民主主義国家、資本主義国家においては、租税法律主義でいう、租税法は自由主義的税法の性格を持つことが要求されている。地方税に関しては、租税条例主義、地方税条例主義と言われる。租税法律主義の機能は、租税の納付を求められる国民が、その経済生活において、 法的安定性と予測可能性を確保することにある。租税法律主義は近代民主主義の発展とともに確立したが、それと同時に議会制民主主義と法治主義の発展を促した側面もある。市民階級の抵抗から国王は市民の代表である議会の同意がなければかできないとする原則が定着していった。租税法律主義は最初に イギリスで確立した。1215年、イングランド国王ジョン、ケツチオが貴族たちとの戦い、第一次バロン戦争に敗れ、マグナカルタを受け入れた。マグナカルタ12条には、一般評議会の同意がなければ国王は直属の、進化から盾金、軍役免除税や、援助金、上納金を課すことができないことが定められた。ジョンの息子で後を継いだ、ヘンリー3世は、 マグナカルタを破ろうとしたが、第二次バロン戦争で国王を破った貴族たちが、自治体の代表者も交え議会を開いた、シュモンド・ボンホールの議会イコール民員の起源。ヘンリー三世の後を継いだ、エドワード一世、ナガス・ネオンは、財政難から増税のために、たびたび議会を開き、議会の賛同を得てから徴税を行った。こうして、イングランドの租税法律主義と身分制議会は、 発展してゆく。1682年、イングランドの議会は、国王チャールズ一世による法律無視に対して権利の請願を提出する。これは、マグナカルタ以来の管連法をまとめたものだが、議会の一般的同意がない財産の収奪や体の拘束をすることを禁じており、租税法律主義と財形法定主義が不可分なものとして強調されている。 チャールズ1世は戦争のために増税や徴兵などを行っていたが、この議会からの要求に屈服させられた。1689年には、ウィリアム3世、メアリー2世が議会の認めた、以外の方法で金銭を徴収することを禁じた、権利の焦点を受け入れた。7年戦争、フレンチ・インディアン戦争後、イギリスの植民地であった北アメリカ大陸の13、 植民地では住民に過酷な税が課された。1775年、これに反発したパトリオットらがアメリカ独立戦争を起こす。1776年6月12日、権利の請願、権利の焦点に参考にして、バージニア権利焦点が制定された。同六条では代表なくして、課税なしの原則に基づいて、代表者の同意なく、課税をすることが禁止されている。 フランス大革命によって制定されたフランス人権宣言では課税の平等13条と恣意的課税の禁止14条が規定されている。フランス人権宣言はバージニア権利焦点の影響を受けているとされている。租税法律主義は明治維新と共に日本にも伝わり、大日本帝国憲法の21条と62条にも採用された。 伊藤博文著憲法議会は第日本帝国憲法第62条の租税法律主義を次のように解説している。新たに租税を課するにあたっては議会の協賛を必要とし、これを政府の選考に任せないのは立憲政の一大美化として直接親民の幸福を保護するものである。けだし、すでに定まった現在の税の外に新たに徴税額を起こし及び、 税率を変更するにあたって適当な程度を決定するのはもっぱら議会の公論に依頼せずにすることはできない。もし、この有効な憲法上の防犯がなければ、市民の不死はその安行を保障することができない。憲法制定以前に直令、大政官布告で定められていた、租税、所得税、酒税などは63条で、事後的に承認された。 日本の租税法律主義は日本国憲法第84条に引き継がれている。このように租税法律主義は近代憲法の初期定において重要な内容の一つとなっている。現在ではすべての民主主義国で租税法律主義が取られている。納税の義務は近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっている。例えば、 第二次世界大戦後の日本ではにこの考え方が表されているとともに。として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している。国民はなぜの納税の義務を負わないといけないのかを根拠づける考え方を租税根拠論という。近代には学理的に二つの租税根拠論が存在したが、これは他の方角分野、例、 刑法学における古典学派と大学派における論争と同様に、双方の一面的な主張であることに注意を要する。租税の根拠については、従来の議論に加えて、現代的には、一般的施策実施必要性、社会取引保障税、イコール消費税、個人及び団体の行為活動の社会的影響、法人課税各種、自転車税、未実施、ペット税、未実施、 モバイル本税、未実施等を考察しなければならない。後者については、自転車の不注意運転による事故の増加、ペットの糞尿害、ペットの廃棄、スマートフォンによる様々な対人トラブル及び事故の処理に関して税金が少なからず使われている事実がある。この二つの説は、福祉国家的な民主主義感を前提として、民主主義国家の主権者イコール国民は、 国家の維持に必要な経費を代表者が定めたところに、従い自ら負担すべき、と考える民主主義的租税観に使用した。日本国憲法第30条は、国民主権主義、納税者主権主義と基本的人権尊重主義の両方を内包した上で、租税法律主義を意義付けたものであるから、日本国憲法は国民主権主義的な租税観を示していいと言える。 実質的租税法律主義の具体的な内容として、以下の諸原則を掲げることができる。形式的租税法律主義の具体的な内容として、以下の諸原則を掲げることができる。合法性の原則、税務行政の合法律の原則は、課税要件が充足されている限り、租税行政庁、課税庁には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、 法律で定められた通りの租税を徴収しなければならないとする原則。課税における法律の留保の原則や法律の優先の原則の現れ。租税正義の要請。この原則によって課税における税務官庁の裁量行為、行為裁量を排除した北場行為、要件裁量も効果裁量もない行為となる。例外として法律が税務官庁に 租税の減免を委ねる場合のみ税務官庁に裁量権が与えられている。例外として、租税平等主義、審議則によって合法性の原則が交代し、租税法に従った課税が排除されることがある。租税法律主義、合法性の原則のもと、税法においては、法解釈に厳格さが強く求められている厳格な解釈の要請。ここで言う。 法解釈は法文に忠実な分離解釈である必要がある。分離解釈を採用することで一般人の理解もしやすくなり法的安定性、予測可能性が担保される。ただし分離解釈でも複数の解釈に分かれる場合、分離解釈の補完として目的論的解釈を行うこともあり得る。あくまで租税立法者の価値判断を参考に。 税方の趣旨を一義的に解釈するにとどまり、解釈者の価値判断を、立法者の価値判断に優先させることは許されない。また、複数の解釈が想定でき、規定の内容を一義的に確定できない場合、納税者に有利な類推を許容する考え方もある、疑わしきは納税者の利益に、国庫の不利益に。なお、借用概念。 他の法領域から借用した概念の解釈に関して、日本では、司法と同様に解釈すべきとする説、統一説が有力である。租税回避とは、通常用いられる、法形式を回避した経済的に合理的理由のない、異常な法形式による取引を行うことで、租税負担の軽減、または排除を行うこと。自由主義的税法では、経済的自由を尊重して、 租税回避を適法としている。ただし、異常な方形式をとっているため不当なものとして扱われ、租税負担の軽減が認められないこともある。所得税法第57条など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。